はい、今日はですね、令和5年4月28日ね、今16時10分回ったところでございます。はい、今日からね、昨日からね、夜勤7連勤で。7連勤の初日明けて、もういきなり近所のジャグラー行ってきたけど、あー、やばかったー。もう、9000円のオペか。っていうかもう1万円のオペか。あ、9000円のオペか。9000円の最後のメダル、一枚残して、ペカって、これどうしたやねんと思ったら、単独やったから。単独やったから、もう、しゃーなし。うん。1000円追加してね。まあ、そっから7連したんだけど。で、ガー出て、これ設定6やな、思って、今日3万ぐらい勝つんちゃうと思ってね、2箱を積んだところで、600、500何本ハマって。もう、結果ペカらず帰ってきてね。うん、投資1万円で、まあ、回収1万7500円なんでね。マックスでやめてたら2万5000、3万近かったかな。1300枚ぐらい割ったんかな。2万7000、6000ぐらい割ったかもな。結局1万7500円でね。今日プラス7500円ほどね。今月13勝11敗ね。マイナス6万2000円でもだ。もう6万円切れへんわ、全然。しんどいな。でも、ジャグラー簡単ですよね。あ、まあ、最初、もうどうしようか思ったけど、マイジャグあかんし、アイムあかんし、どうしよう思ったけど、ふっとね、なんとなく来たんだよね。ピピッと来たんだよね。今日はファンキーって。で、角が開いてて、どう見ても設定よろしくない角が開いてて、ビッグ4レギュラーさんで400ハマってるし、ガス、合成もそんな良くないし、ね、それをね、95分の1ぐらいまで一気に上げて、で、128分の1ぐらいまで一気に下げて。あー、しんどい。まあでも、たくさんペカりました。でね、ということでね、まあ、ジャグラー簡単なんですね。まあ、なかなか負けないですね。そんなに大負けしないね、ジャグラーね、うん。大負けせえへんわけやなんで、どこも負けてるのかよ、わからないけど。何もわからない。まあでも、ジャグラー簡単やな。ジャグラー簡単や。もうゴールデンウィークですから、近寄ったらダメです。ね、ありがとうございました。ああ、夜勤やけどね、ジャグラー簡単やわ。ジャグラー簡単やな。ゴールデンウィークもジャグラー簡単。